This is Radio Thailand World Service, broadcasting from Bangkok and relayed over transmitters in Bandung, Udon Thani, northeastern Thailand. For listeners in Asia and the Pacific, the Middle East and Africa, Europe and America, it is now time for our broadcast in Japanese. こちらはラジオタイランドの日本語放送です。この放送はウドンタニ県バンドゥンのボイスオブアメリカの送信所を通じてお送りしています。こんばんは。こちらはラジオタイランド日本語放送です。ラジオを聞きの皆様、いかがお過ごしでしょうか。それでは本日お伝えしますニュースの項目です。セター首相は、政府は地方の第二都市の支援を重視していることを強調しました。当局は PM2.5 の問題対策で、ろうそくや線香を電子に変更するよう協力を呼びかけています。セーター首相がスリランカを訪問し、自由貿易協定に調印が行われました。それではまず、はじめのニュースです。セーター首相は、政府は地方の第二都市の支援を重視していることを強調しました。第二回通常国会が開催され、この中でセーター首相は財務省の観光振興策について触れ、政府は観光振興のために様々な政策を実施している。タイには非常に優れた観光地があり、観光促進は経済への即効性があり、長期的な利益につながるとの考えを示しました。政府はプーケット県、チェンマイ県、バンコク都だけではなく、パタヤ市やホアヒン市など、観光を第二都市へ拡散するよう促す計画を明らかにしました。これはソフトパワープロジェクトを通じて行われており、観光ハイシーズンの12月や1月だけではなく、年間を通じて様々なイベントや展示会が開催されています。これは所得を地方へ分配することにもつながるとセター首相は強調しました。首相は政策だけでは第二都市の問題を解決できないと指摘しました。これを受け、スラポン運輸副大臣は交通が大事な要となるとし、全国の空港のアップグレードについて説明しました。スラポン運輸副大臣は、地方にはまだ電気が通っていない都市もあったり、国際空港に格上げできない空港もあることを知ってほしい。タイ人観光客だけではなく、外国人観光客も地方の第二都市に容易に旅行できるようにするため、交通インフラをアップグレードする必要があると訴えました。新たな空港の建設や良い空港へとアップグレードすることは、多くの地方の人々を代表する議員に考えてほしい問題だと訴えました。また政府は ASEAN という枠組みを非常に重視しています。スダーワン観光スポーツ大臣は2月7日、ラオスで開催されたタイに隣接する国々との話し合いの席に出席しました。タイ人は、マレーシア、カンボジア、ラオス、ベトナム、ブルネイなどへの出入国では、ビザの取得が免除されています。3月1日からは、中国へも入国ビザの取得の必要がなくなります。ヨーロッパでは、宣言協定によって、出入国がより便利になり、交通の便も良くなったため、外国人観光客も増えたと、その効果を指摘しました。
セター首相は、政府は隣国を競争相手としてではなく、タイが航空のハブになるためにも互いに協力し合うべきだと提言しています。そして近隣諸国が共に成長するためには、支援やサポートが必要だと述べています。首相は近隣諸国から入ってくる観光客の数は多様だが、多くの第二都市への観光需要がある。第二都市が観光客に評価されるのを待つことで、第二都市の観光が活性化されていくと信じていると語りました。先週、セター首相は中国の王毅外相と会談しました。中国の外務省とは、両国自国民に対し、恒久的な入国のビザの免除に関する覚書に署名が行われました。また、セター首相は、先日のスイス大統領や EU 議会議長との会談で、ヨーロッパ旅行における宣言ビザの利便性向上と市民間の交流の重要性について話し合いました。この話し合いを受け、セター首相は、市民と市民との交流が重要なことで、それが観光を良くするとの考えを強めました。首相は、政府は大きな県だけを重視しているわけではないことを強調し、文化を理解し、観光客に紹介できる地方の良い点を今後紹介していきたいとしています。今月末には首相は南部国境地域3県を視察し、観光地としてのポテンシャルを発掘する予定です。次のニュースです。当局は PM2.5 の問題対策でろうそくや線香を電子に変更するよう協力を呼びかけています。プアンペット首相府大臣が消費者保護委員会、内務貿易局、警察、金融業者協会を率いて、バンコク最大の金宝飾品取引の中心地である中華街を持つヤワラート地区を視察しました。春節の時期を迎え、金の価格を不正に引き上げていないか、市場を観察する目的で行われました。プアンペット首相府大臣ら一行は、金と金宝飾品の日々の販売価格を明記したラベルが添付されているか、金の品質などを検査しました。買取価格やネックレスなどの宝飾品か、ゴールドバーかなど商品の種類の明記、金の純度などを明記しなければなりません。また、それぞれの金の重量も明記する必要があります。中華街では春節の時期とあり、ろうそくや線香を電子に切り替えるよう呼びかけられています。今年は2月10日が中国の旧正月春節で、この時期はタイでも中国系の人たちが自宅や中国系の神社で正月を祝う中国様式の行事を執り行っていることから、バンコク都庁でも都庁のホームページを通じて、大気汚染が悪化している折から、これまでのように線香やろうそくに火をつけたり、紙幣を模した紙を燃やしたりするのを極力避けて、火を使わずに煙の出ない電子線香や電子ろうそくを使うよう呼びかけました。都庁によりますと、中国系の神社などは大勢の人が訪れて、大量に線香やろうそくに火をつけることから、境内とその周辺は大気汚染が一層悪化する恐れがあります。春節の時期は線香やろうそくの火が原因の火災が起きやすく、また商売を休む店が多いことから、都庁は火災対策として使わない電気製品のプラグを抜いたり、ガスの元栓を閉めたり、ブレーカーを落としたりするのが良いとしています。次のニュースです。セター首相がスリランカを訪問し、自由貿易協定に調印が行われました。チャイ政府報道官によりますと、2月3日から4日にかけ、セター首相がスリランカを訪問し、タイにとって15番目となる自由貿易協定に調印が行われたことを明らかにしました。セター政権下では初の協定調印となり、これにより製品市場の平等な開放がもたらされると期待されています。政府はタイ・スリランカ自由貿易協定を最大限に活用したいとしています。タイ・スリランカ自由貿易協定は2024年に発行される予定です。チャイ報道官によりますと、タイ・スリランカ自由貿易協定は、商品総数の 85% の貿易開放を支援し、協定発行日から16年間の関税の引き下げや免税期間が設けられました。
スリランカが免税する品目は4000品目以上で、タイとの輸出入品目の約5割を占めています。タイ政府はスリランカ・タイビジネス交流会の開催などを通じ、タイの民間企業がタイ・スリランカ自由貿易協定を活用できるよう奨励しています。タイ・スリランカ自由貿易協定は、セター政権下初の自由貿易協定であり、スリランカは南アジア地域でインドに次いで2カ国目となりました。タイは現在19カ国と計15の自由貿易協定を締結しています。タイ・スリランカ自由貿易協定は2024年中の発行を目指し、製品市場の平等な開放をもたらします。政府はさらに自由貿易協定の可能性を最大限に活用するための支援を続け、公聴会の実施も急いでいます。この協定はタイの経済の機会を拡大し、タイの競争力を高めるものと期待されています。それでは本日お伝えしましたニュースの項目を繰り返します。セター首相は政府は地方の第二都市の支援を重視していることを強調しました。当局は PM2.5 の問題対策でろうそくや線香を電子に変更するよう協力を呼びかけています。セター首相がスリランカを訪問し、自由貿易協定に調印が行われました。以上、ラジオタイランドの小島秀美でした。ごきげんよう。さようなら。毎日タイ時間の午後8時から、日本時間の午後10時から、そして GMT では13時から15分間放送しております。これで本日の放送は終了いたしました。That concludes our broadcast in Japanese. This program can be heard from 2000 to 2015 Bangkok time or 1300 to 1315 GMT.